その日本代表のこれからを背負う2つの若き才能、宇佐美貴史選手と柴崎岳選手、同い年の23歳です。宇佐美選手の持ち味はその圧倒的な突破力、 J リーグで得点ランクのトップに立っています。正確無比のキックでチャンスを生み出す柴崎岳選手、 J リーグ屈指の司令塔です。今回私たちはそれぞれの選手を訪ねてお話を伺ってきました。互いを意識し高め合ってきた2人、その知られざる思いに迫ります。2人の23歳、そのキャラクターは対照的です。宇佐美シュート、溢れる自信を隠そうとしない強気な性格の宇佐美選手。はるかに凌駕する個性になりたいですね。色でいうともう誰にもない色になりたいですし。柴崎コースだ。柴崎選手はゴールを決めても冷静沈着、黙々と自分の役割をこなします。まあ、あまり言葉を多くして話すのは好きではないので、試合で僕らをプレーで示すしかないんではないかなとは思っているので。プラチナ世代と呼ばれてきた2人、10代の頃から世界の舞台で戦ってきました。宇佐美選手から柴崎選手へ、息の合ったプレーでチームを牽引してきたのです。その時の印象って何か覚えてますか？まあ関西人なんでね、よく喋るやつだなと思ってましたよ。そうなんですね、はい、結構じゃ喋りかけてきたりとか。そうですね、まあ、一緒にプレーして楽しかったですよ。僕はどっちかっていうと試合の中では使う側のプレーが多かったんですけど、彼とやるっていう時は自分が使われる方にも回れたりとかっていうプレーができたので。宇佐美選手から見て柴崎選手ってどういうプレーヤーですか？いや、彼は頭がいいんで、僕も多分頭が悪い方ではないんで、あんまり普段喋ることもないんですけど、サッカーの中では、はい、なんとなく感じられてる気はしてましたけどね。プロの世界で先に頭角を現したのは宇佐美選手でした。高校2年生でプロデビューすると、翌年にはレギュラーに定着し、 J リーグのベストヤングプレイヤー賞を受賞します。一方、柴崎選手は宇佐美選手より2年遅れて J リーグ入り、負けじと即戦力として活躍しました。すると宇佐美選手はさらなる飛躍を遂げます。19歳にして世界的名門バイエルンミュンヘンへ移籍。柴崎選手にとって宇佐美選手は常に一歩先を行く存在でした。羨ましいなとも思ってましたし、まあそういう選手だろうなとも思ってたので、まあ、僕は僕でやはり持ってるので、そういう歩み方ではないのかなとは思ってましたし。しかし、日本代表で先にデビューを果たしたのは、 J リーグで着実に力を伸ばした柴崎選手でした。ドイツで結果を残せなかった宇佐美選手、帰国を余儀なくされたのです。J リーグで再出発する中で、日本代表への思いを強くしていきました。学の方が僕よりも早く代表でデビューしているので、やっぱりそれをテレビで見てるしかなかったっていうのは悔しかったです。そして迎えた3月、共に目指してきた日本代表のピッチに2
人で立つ日が訪れました。17歳の時以来、6年ぶりにチームメートとして再会。先に結果を出したのは柴崎選手でした。同い年の学が点取って、とにかく点取りたいなと。その3分後、ボールを持った宇佐美選手、ゴールへ突き進みます。念願の代表初ゴール。真っ先に祝福してくれたのが柴崎選手でした。まあ、ああいうとこあるんでね、意外とそれでも来てくれるっていうのは、はい、らしいですね。一番近かったからいただけますかね確かに近かったです。そうなんですよ。まあ特に深い意味はないんですけど、まあ彼も初ゴールだったので、まあ本当に嬉しかったですね。再び並んだ2つの才能。3年後のワールドカップへ、あさってから始まるアジア二次予選。自分たちの世代が日本代表を引っ張る。その決意をプレーで示します。柴崎選手のパスに宇佐美選手が反応。そして同世代の連携でゴールを生み出しました。柴崎選手と宇佐美選手、対照的な2人ですが、共に見つめるのは一つの舞台です。国を背負ってやれるとか、まあ、たくさんの人が注目してくれてるとか、うん、まあ魅力しかないですね、やっぱり代表は。まあ、今までにないサッカーのスタイルが見せるんじゃないかなとは思いますし、まあ、ワールドカップに一緒のピッチに立って結果を残したいと思ってます。